皆さんこんにちは、セルバシャルと申します。今日はですね、久しぶりに、この R6 マーク2リグに組んでいこうと思います。もうこの5、6年やってきてますですね、車載を一眼動画で撮るという、まあ先日まとめたばかりのそういう伝統芸があるんですけど、うだつの上がらない伝統芸といいますか、もうさすがにちょっとね、引退しようかなと思ってまして、先日少女革命ウテナを語るというですね、そういう車載雑談の動画を上げたんですけど、まあダメって分かってたんですけどね、この R6 マーク2の電子手ブレ補正強にしたにもかかわらずですね、めちゃブレということで失望感を新たにしたと、そういう状況なんですけど、じゃあ最後一つやってないことがありまして、それやってからやめようと思って今リグを組んでるわけです。こうやってリグ組むのがめんどくさいんで、なかなか多分ちょいちょいやるような流れにはならないと思うんですけど、いちこうやってね、レンズ取らなきゃいけないし、下のプレートも取らなきゃいけないし、めちゃくちゃ大変なんですよ。で、今日はこれから何をするかというと、リグをつけると、前一度やりましたけど、この F22 のマウントで直でウランジファルカムのマジックアームが取り付けできるということで、ノーマルのプレートだけでやると、このテープのここでやるしかないんですけど、上からこう来てくっつけるか、まあ、大抵これでやってるんですけど、まあ、下から持ってくるかで、だいぶそのアームの部分のたわみが大きくなってしまう設定になりがちなんですよね。で、横からやるとどうかってことを前テストしたら、それでもやっぱりこうなっちゃってたということで、今日は左側から大、右側から小になると思うんですけど、左右でサクションカップのアームで両方からこう支えるとどれぐらい抑えられるのかという最後の切り札を試しておきたいと、やめる前に。じゃあ行ってみましょう。セルボ SR の動画。はい、設置完了しました。こういう時 iPhone の動画の補助ランプ楽ですね。まあ、こんな感じで右側が小さい方のサクションカップマウントで、長い方のマジックアームと、で反対側がでかい方のマジックアームと短い方のマジックアームという感じでございます。まあこの辺はね、法解釈ギリギリグレーかもしれないですけど、一応吸盤は上の 20% 以内に収まってまして、まあ、こいつは、まあ、実際座ってみて特に遮る感じはないので大丈夫だと思いますけれども、でこれでね、やっぱり小さい方の吸盤はすでにちょっとぐらつきがあります。でカメラ全体はあんまり変わんないかな。やっぱりね、本来はジンバルみたいな感じで、このレンズ側をですね、視点から遠い方を何らかの形で支えたいんですけど、なかなかちょっとそれの手法がなくて、でやるとずっとやっぱり放棄を無視してここに吸盤つけてやるとかね。で一回試したんですけど、ちょっと多分これ紹介してなかったんですけど、画像入れときますけど、下と上でやったことはあったんですよ。下から小さい吸盤で支えて上からぶら下げると、でかいやつでやったんですけど、何してこの私のハスラーはこのダッシュボードがベコベコなんで、むしろ逆効果ということで、今日は左右の両持ちでやってみたいと思います。はい、今日の撮影設定は夜なんでね、 F4 開放の1/100、ちょっと暗い感じにしてますけど、まあ、大体人の目と同じぐらいの明るさだと思います。
マイクはロードワイヤレス5 2。いつもの、今日はもう買い物行かないんですけど、路地裏のガタガタ道走ってますけど、どうかな、なんかちょっと良さそうに見えるぞ。だいたいいつもそんな感じなんですよね。あ、でも結構いいかもしれない。あ、かなりいいかも、かなり良さそうですね。かなりいいかもしれないですね。マジで。いや、GoPro に返り咲こうと思ってるんですけど、GoPro は GoPro でね、またちょっとめんどくさいんですよね。熱暴走すぐするし、マイクロ SD あんまり持ってないもんですから、またそれはそれで準備しないといけないっていうのがあってですね、あんまり気が進まないんですけど。主要道路もそれなりにガタガタしてるんですよね。いや、結構いいかもしんないな、これ。また困りましたね。そうか、左右両持ちすんのか。最近ですね、お一人様一眼で車載動画撮って割と回ってる人を見つけまして、ちょっとじゃあ行く必要ないけど、車上入ってみるか。振動に注意。どうでしたでしょうか。GH6 とかですね、ソニーの α7S3 でかなり売れのない映像を撮ってる方を見つけまして、日本人なんですけど、まあ、日本の各所を撮ってるって羨ましい方でして、最初ソニーの方はカタリストブラウザってやつで後処理してんのかなと思ったんですけど、ちょっとまあ、概要欄にリンク貼っときますけど、ちょっとなんか眠い感じはするんですけど、だからなんかちょっと企業秘密的なプリプロの処理で電子的な手ブレ補正後からかけてるんじゃないかなっていう感じはしますね。かなりブレは抑えられてるんですよ。で、車はどうも CX5 を使っているらしく、これで帰るか。取り付けるの大変だからな。でもこれぐらいはちゃんと苦労しろって話ですよね、きっとね。はい、じゃあちょっとこれから家に帰ってダビンチで取り込んで総評を述べたいと思います。じゃあちょっとうまく取れるかわかんないですけど、外すときどう大変かっていうのを記録に残しておきたいと思います。落っこちそうだけど大丈夫かな。両方ともですね、左右ともどうしたんだっけ、逆だな。これちょっと失敗しましたね。両方とも同じ向きに外せるようにしておけば、そうなってんのかな、そうなってるか。そうなっててもやっぱりちょっと外しにくいですね。こういう時はまあたわみが、たわみに助けられるって感じですかね。でも外れないですよね。このレンズがね、向こう側に当たっちゃってるんですよ。
こうたわみを見るとほら右側のたわみひどいっしょ。それでもあんだけ目視でこっちめっちゃ強固でかい吸盤2個ってのはちょっと難しいので、まあ、大とミドルの吸盤とあともうちょっと、まあ、これが一番短くてこれが中ぐらいのマジックアームなんで、まあ、できればやっぱり一番短いの2本がいいですよね。一番短いの土台は大と中っていう感じがいいかもしれないですね。まあ、ベストを言うと大と大ですけど。